今日は公的資格を解説する日やけど、あえて民間資格をご紹介しよう。ということは、民間資格でありながら公的資格を超える実績があるってことですね。その通り。今回ご紹介する財務報告実務検定は簿記の上級資格みたいなものやね。財務報告ということは IR 部門の資格ですね。お、さすが私と一緒に上場企業の管理部門で働いただけあるね。3年間みっちり教育を受けたので管理部門の部署は全部知っています。上場企業にとって IR 部門は極めて重要な部署で、会計的知識を持っていることが前提になるんよね。簿記の知識がないとお話になりませんもんね。そうやね。その上で情報開示の制度や方法について詳しい知見が必要になるし、法令の知識も必須になる。それらの知識を総合的に学べる資格が財務報告実務検定ってことですね。その通り。簿記とかの知識を前提にしているから難易度は高いけど、先々経理以外の職種にも挑戦したいなら取っておくべきやね。私 IR にはほとんど関わっていなかったので知識不足なんですが、どんな資格なんですか？この資格は開示用紙切り替え編と連結実務演習編という2つの試験があるんやけど、最初は開示様式の方を受けるといいよ。ふむふむ、開示様式を理解するための試験ですね。すでに難しそうですが、内容としてはどのようなものを学ぶんですか？隠し開示書類の目的、作成要領、さらに決算財務報告プロセスに必要な内部統制までを広範囲かつ体系的に問う試験やね。内部統制まで、これは難易度が高い。でも上場企業の会計分野で働くならむちゃくちゃ実益がありますね。実益しかないよね。なかなかこの分野を学べる資格ってないから、かなり有益な資格やと思うよ。 IR って CFO の直轄部門だから、ハイレベルな人たちが働いているイメージです。大手上場企業だと極めて優秀な人たちが揃ってることがあるね。では次に連結実務演習編について教えてください。連結実務演習は標準レベル試験と上級レベル試験に分かれてるんやけど、標準レベルは連結財務諸表の基礎が学べるね。私簿記の勉強をしていた時、連結決算が本当に苦手で苦労しました。そうやろうね。難しいもん。簿記の知識を前提にして標準レベルを受けると理解が深まると思うよ。上級レベルはもっと難しいんですよね。上級レベルは連結財務諸表を作成し開示を成し遂げる力が問われるから相当レベルが高いね。上級レベルはすでに IR で働いている人向けですね。難易度が高いです。ちなみに上級レベルでは XBRL も試験範囲だから覚悟して挑まないといけないね。 XBRL? 初耳です。何ですかそれは？各種事業報告用の情報作成、流通、利用できるように標準化された XML ベースのコンピューター言語のことやね。財務情報って表紙ごとに計算式とか項目が違ったりするわけよ。それを標準化するための言語よ。はい、わかりませんでした。もう私の理解範囲を超えております。財務に関わっている人しかわからんと思う。だからかなり専門性の高い資格だと思ってもらっていいね。民間資格だけどその辺の公的資格よりはるかに実益がある資格だというのはわかりました。そうやね。下手な公的資格よりはるかに評価が高いと思うよ。特に財務会計分野では。会計分野を学んでいる皆さん、お時間があれば受験を検討してみてください。応援しています。ということで最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回の動画も近日中に配信いたします。それでは次回またお会いしましょう。